クレメント、1940年7月24日帯は、ドイツの政治家。所属政党はドイツ社会民主党、SPD。ノルトライン、イコールベストファーレン州首相、1998年から2002年、ついでゲアハルト、シュレーダー内閣で、経済、労働大臣、2002年から2005年を歴任した。ノルトライン、イコールベストファーレン州、防府生まれ、 アビトゥア合格後、ドルトムントのベストフェリシャー・ルントシャウ、ベストファリシャー・ルーンチャウ神で働いた後に、ミュンター大学で法学を学び、1965年に第一次放送試験に合格。司法修習生となり、マールブルク大学で助手を務めてから1968年に、再びベストフェリシャー・ルントシャウで政治部記者として務むし、政治部長を継いで不可編集長を務めた。 1970年に SPD に入党。新聞社勤務後の1981年から1986年まで SPD 連邦幹事会報道官、1985年から翌年まで党連邦事務局副局長を務めた。1986年からハンブルガーモルゲンポスト、ハンブルガーモーゲンポスト紙に転じて編集長を務めていたが、 1989年にノルトラインイコールベストファーレン州首相のヨハネスラウに昌平佐州首相官房長に就任した。1990年の州議会選挙後、州の特命大臣に就任。1993年、繰り上がりでノルトラインイコールベストファーレン州議会議員となり、1995年の州議会選挙後、経済、中小企業、技術、 交通省に就任した。1996年から SPD の修復代表を務め、ラウの交代子と呼ばれていたクレメントは、ラウの優待、翌年連邦大統領に、就任を受けて1998年5月27日に、ノルトライン、イコールベストファーレン州首相に出された。就任直後の六月十七日、州の司法省と内務省を統合すると発表したが、野党や、 法律家の専門家から権力分散の原則に反するとして激しく批判された。翌年州憲法裁判所はこの決定を意見と裁定した。クレメントはなおもこの案に固執したが、連立を組む同盟90、緑の党、緑の党の圧力により諦めざるを得なくなった。1999年から SPD 副党首に就任。2000年の議会選挙で SPD は、 得票率42.8%とやや減らしたものの緑の党との連立で政権を維持した。しかし緑の党とは州の伝統的産業である石炭採掘の継続や産業振興計画をめぐって対立することが多かった。任期中は閣僚に企業との癒着疑惑が持ち上がったほか、クレメント自身も首相不意点に絡んだ癒着疑惑を持たれた。 2002年のドイツ連邦議会選挙後、議席を減らして、求心力を弱めた、連邦首相のケアハルト・シュレーダーの求めに応じ、10月21日に、ノルトライン、イコールベスト・ファーレン州首相、及び、州議会議員辞任、第2次、シュレーダー内閣に、経済、労働省として入閣した。これは改革断行に苦しむシュレーダー内閣の、目玉人事とされ、 経済大臣と労働大臣を兼任するクレメントは、スーパー大臣と呼ばだ。クレメントはここでも、飲料管のデポジット制導入、将来の原子力発電所全廃、京都議定書で定められた、温室効果ガスの排出権取引導入などをめぐり、緑の当所属の環境省、ユルゲン・トリッティンとの困難な調整に取り組まなくては、ならなかった。新自由主義的と批判され、 閣僚も多くが難色を示した、シュレーダー内閣の改革案、アゲンダ2010に、クレメントは、積極的な3位を示した。アゲンダ2010が不評で、シュレーダー内閣が何度も退陣要求を突きつけられた、突起、後継の首相として、クレメントの名が取り沙汰されたこともあった。東欧革命時の東ドイツでのデモに習った、月曜でも、社会保障削減反対でも、クレメントが、 歴史の悪用と評した際に激しく非難されるなど、シュレーダー内閣でも目立った存在だった。2005年8月に、経済労働省が作成したパンフレットで、クレメントが寄せた全文で、社会保障について、規制という言葉が使われていたことが大衆紙によって、広く報道されたため、失業者団体や、当時は、政党連合の左翼党などから激しく攻撃された。同時期のテレビ出演でも、 社会保障受給を規制者とも取れる発言をして、批判を浴びた。この年9月の選挙結果を受けて、シュレーダー政権が退陣したため、クレメントは、大臣職から離れた。大臣退任後は主に RWE など、エネルギー産業、情報産業の企業などで、監査役や顧問を務めている。また、大臣時代に、人材派遣業の規制を緩和した縁で、 人材派遣会社の監査を経て、アデコ労働研究所代表も務めているが、企業との誘着ではないかと批判されている。2007年10月から、デュースブルクイコールエッセン大学の NRW スクールオブガバナンス、ネフスクールオブガバナンスで、客員教授に就任。2008年1月のヘッセン州議会選挙で、当時の SPD 党首で、 左回帰したクルトベックの方針を公然と批判し、また、SPD の候補が掲げた、原発全廃、石炭採掘停止といったエネルギー政策が現実的でないと発言した。これについては RWE など、エネルギー産業界の意思を代弁しただけという批判を受けたほか、かつての閣僚、ペーター・シュトルク連邦議会幹事長などは、クレメントの SPD からの除名を口にし、 クレメントは統計委員会にかけられた。除名こそ免れたものの、クレメントは11月に自ら離党し、その理由として左翼党との接近や SPD の経済政策を挙げた。2009年ドイツ連邦議会選挙の際は、自分の住む小選挙区、ボン選挙区では、ギド・ベスターベレに投じると発言し、また自由民主党、FDP がドイツで、 唯一の進歩的な政党だとして、支持を表明している。夫人との間に語助がある。ボーフム大学より名誉博士号を受けている。ドイツビール協会から、ビール大使に任命された2003年4月24日、ケルンで催されたビールの早飲み競争に飛び入り、参加して優勝した。早飲み競争は、ビールの関連行事の一プログラムとして行われ、クレメントは、 地元名産のビール、ケルシュ 200ml を1.5秒で飲み干した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。